ひよりんごです。今日の動画はメイクポーチの中身を包み隠さず紹介していきたいと思います。イエーイ今までメイクポーチの中身ってやったことがなかったので、私もちょっと女子っぽいことしたいなと思って、今日は私が今本当にリアルタイムで使っているコスメを紹介していきたいと思います。はい、まず使っているメイクポーチバッグなんですけど、こちらのポーチは、雑誌の付録でゲットしたもので、すごく柔らかくて使いやすかったので今はメイクポーチにしています。では早速中を開けていきたいと思います。ピント合わせるのが本当難しいですよね。はいチフレ UV リキッドファンデーションを使っています。今はこんな感じのものをファンデーションとして使っています。チフレはすごく安くておすすめです。そして次はこちらです。レブロンスキンライトブレストパウダー。これはね、このファンデーションをした後にちょっとね、こちらが液体なので、なんだろうな、テカりやすい、それを抑えるために使ってるのがこちらのレブロンのものです。で、このレブロンを塗っているのがこちらの筆です。これはね、普通に薬局で買いました。ローズローサの筆なんですけど、最近ちょっと洗ってないんでちょっと汚いんですけど、あのね、洗いたいと思いますそしてこちらアイシャドウなんですけど、これはですね、ギルスチュアートシマークチュールワイズ05番というもので、全て茶色系なので普段メイクとか、あと本当に使い勝手がいいんですよ。これは誕生日プレゼントでもらって大事に使ってます。そしてもう一つアイシャドウをいつも入れてます。キャンメイクパーフェクトマルチアイズ01番というアイシャドウなんですけど、これはねマットタイプのアイシャドウになります。なんでキラキラさせすぎたくないなっていう、例えばお仕事とかナチュラルメイクをしたいなって時はこちらを使ってます。で、なんと私はこの色で最近はノーズシャドウを描いたりしてるんですよ。ラメが入ってない分すごくいろんなマルチに使えると思います。ぜひ皆さんこれね、私最近一番のお気に入りなので買ってみてください。キャンメイクのパーフェクトマルチアイズ01番になります。そしてそしてじゃーん、これも3代目ですね。キャンメイクグロウフルールハイライター01番。このハイライトがですね、あのね、本当に何だろう、顔にツヤ感を出してくれるので、塗ったと塗らないじゃ全然違うんですよ。なんでね、いつもね使ってますよ。もうこの年になると本当に一生懸命メイクしないといけないんですよ隠したいとこがね、いっぱいあるんですよね。はいはい、次ですね、じゃん、こちらです。プロオフィシモテライナーリキッドブラウンブラックですね。こちらを最近はもうずっと使ってます。ブラック使うことが少なくなって、ブラウンブラックの方が肌なじみがいいのでこれを使用しています。はい、そしてこちらですね、ですね、デジャブファイバーウィッグというマスカラになります。これがね、なんかね、あんまりこうレビューしにくいというか、なんだろうな、普通なんですよ。普通だったと思ってたんですよ。なんだろうな、伸びもまあ普通だし、ボリュームもまあ普通でも、普通にいいっていうね、普通にいいんです。普通にいいから今のとこ普通に使ってます。繊維は入ってるみたい。なんか繊維入ってますかって聞かれたことがあって、繊維入ってると入ってないマスカラがあるのかっていうことを知ったんですけど、これは本当に自分のまつげよりも伸びます。伸びる感じはします。うん、ちょうどいい、ちょうどいいんですじゃん、こちら、涙袋を描くのに使ってます。もう名前が消えてしまったので下に描きたいと思います。これすごいんですよ。これね、やってみるとここにね、涙袋をこうやって描いた後に、この筆で涙袋をね、自分で描くんですよ。作るの、そんなことってある？こんな感じで影をね作るんですよ。涙袋もうなくてももう描いてもいい時代に変わったんです最近ねだから涙袋ない人もちょっと安心してください。すごく自然なの。あれ、なんかこの毛はこれでいいのかな。どんどん行きましょう。そして今度眉毛です。こちらチフレの眉積22番ブラウンですね。
鉛筆タイプになっていて、でぼかしの筆もついてます。あのね、ジフレはプチプラですごくいい、もうなんか普段使いにできるほどすごくいいです。私は眉毛が黒いのでこちらですね、キスミヘビーローテーションカラーリングアイブロウ04ナチュラルブラウンという眉毛マスカラを使ってます。すごい時代ですよね、眉毛がこうやって染められるんですよ。なんで髪の毛の色に合わせてマッキンキンとかも売ってるので、染めるのはちょっとめんどくさいなとか、染めるまではなっていう方はこの眉毛描いた後に眉毛マスカラをするだけで全然馴染みが違うので、よかったら皆さんも使ってみてください。私の大好きなコンシーラー、ポアカバーコンシーラー、キャンメイクのものですね、01番を私は使ってます。これね、隠れるんですよ。隠したいとこが隠れます。クマとかね、クマとかあるじゃん。あとなんだろうな、そばかすとかほくろとかもね隠れると思う、ある程度。うん、色水チークです。前回動画にしたんですけど、動画にしてからもうこれハマっちゃいました。ツヤ感も素敵だし、あとね、何より持ちがいい。これね、すっごいハマっちゃって、もうね最高です。そしてじゃん、これもねすごい気に入ってる、今つけてる色なんですけど、キスのエッセンスリュージュ、キスのエッセンスリュージュ、これ言えないんだよね、前回の動画でも言えなかった。キスのエッセンスルージュ09番を買ってます。こんな感じの色をしています。超可愛いし、あとなんだろう、すぐに色つくんですよ。塗り心地が最高なリップになってます。はい、以上で私のメイクポーチの中身は終了です。こちらは普段持ち歩いて使ってます。これらを使った毎日メイクもね、いずれやっていきたいと思ってるので、よかったらご視聴ください。そして気になった商品があったらぜひぜひチェックしてみてください。本日もご視聴ありがとうございました。よければグッドボタンとチャンネル登録お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。色水チークが最近のヒット商品だな。3月のお気に入りっていう感じでやりたいんですけどね。でもお気に入り動画って私3月に買ったかどうかっていうのをすぐ忘れるんですよね。だからいつもできてなくて、残念って感じなんですけど、やりたい。3月のお気に入りは間違いなく色水チーク。今言っちゃったらダメじゃんね。まあいいか、いいね。